わっさっ、いや、ピマルです。はい、ということで今日はですね、ブロスタ公式が先日ね、2025年のアップデ予定っていう動画を出していたんですよ。これをちょっと今日は皆さんに共有していこうかなと思います。その動画の中にね、今年のまあ12月のアップデート内容だったりとか、まあそういうのも入っていたので、それも軽く話していこうかなと思います。でやっていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。いきますよ、レッツゴー。まず最初に2025年の大まかなブロスタアップデの予定を発表していきたいと思います。一つ目は複数のコラボが予定されている。今年はね、ゴジラ、スポンジボブといったブロスタ初めてのコラボが実現して盛り上がったと思います。過去にラインフレンズとかスキンは来ていたんですけども、まるまるね1ヶ月コラボイベントとか初めてでしたし、まあ、YouTube 的にもね、動画を撮っててすごい楽しかったしね、視聴者のみんなと距離が縮まった気がするのでとても良かったと思います。2025年は複数のコラボを予定と言っているので、すでにね、まあ当たり前なんですけども2つ以上のコラボは確定しているんじゃないかなと思います。まあみんなはね、何のコラボがいいと思いますか？はい、もし何かあったらコメントください。まあ僕の予想はね、アベンジャーズとかは来てもいいのかなって思っております。結構実現性も高いし、まあ過去になんかそのブロスタ公式がね、アベンジャーズのツイッターの方にね、そろそろコラボしませんかみたいな、そんな感じの、リプライとか送ったりしてるのを見たんで、結構ありそうな雰囲気はずっと漂ってますね。うん。まあ、あとはドラゴンボールかな。僕一番好きなのがドラゴンボールなんで、来てくれたらね、もう裸で走り回りますよ、もう。家をね、うん、さすがに外だと捕まっちゃうから。ブロスターニュース。ヤピマル、裸で走り回って逮捕。恥ずかしい。次です。修正について。小さな機能改善や快適性の向上を行う。バグ修正やガチバトルでのキャラピックなどを改善し、4ヶ月に一度のアップデで新要素を追加していく。そして既存のコンテンツの再調整。あまり人気のないメガピックとかね。うん。まあメガピックは本当に報酬渋すぎるんで、もうマジで豚野郎です。あいつはもう豚だけに豚野郎です。はい。豚汁にして食っちまおうか。はい。ここまでが2025年の大まかな予定になってますと。で、ここからは1ヶ月ごとにね、具体的にお話ししていこうかなと思います。2024年の10月のアップデート、今月ですね。これはみんな知っていると思うんですけども、新しいコミュニティイベントが始まる。まあ、市のブロスターボックスのね、イベントがもう始まりましたと。次、先日の動画で言った通り、トロフィーボックスが導入。中にはジュレチップで買えないスキンも含まれるんで、結構楽しみですよねっていうね、お話がありましたよね。これはね、詳しくはこのサムネの動画を見てください。一昨日ぐらいに出したやつ。はい、よろしくお願いします。で、これが10月。で、次、12月のアップデート。大きなサプライズを予定している。詳しくは秘密らしい。で、このね、話をしているときに、動画の背景に、スターパークの絵があったんですよね。なので、まあ、それに関するものだと思うんですけども、12月は大体大きなイベントが来るので、みんな期待してていいと思います。はい。まあ、去年はミコ無料配布とかね、ありましたね。これが今年のアップデート内容です。予定ですね。はい。で、次、2025年の2月。来年のアップデートは2月からですね。ガチバトルと e スポーツの統合。今までは15勝チャレンジをクリアしないとマンスリー予選に参加できなかったが、今後はガチバトルからの参加にする予定らしいです。はい。まあどういう風になんだろうね、ガチバトルのチャレンジとかがワンチャン来るのかなとか思ったりしてますね。 e スポーツ寄りにしていくみたいなね、はい、感じだと思います。そしてガチバトル自体にも改善を加えます。内容は秘密だけど、競技性をさらに追求した上でカジュアル層の成長を後押しする内容にするらしいです。さらにガチバトルスタードロップをいくつか入手したら、ガチバトルスキンを確定で入手できるなど満足度の向上も行う。まあ、これはみんながね、よく言っていたことですよね。まあ、たくさんの人が声を上げた結果、これを実現する方向になったと思うので、まあ、今後もなんかね、不満とか、こうしてほしいとか、逆にこれが良かったとか、そういうのがあったらコメントとか、Twitter とかでね、投稿とかね、してください。まあ、今回のトロフィーシステムあったじゃないですか。あれも結構な不満がみんな爆発してたんですけども、まあ、そういうのもね、俺が言うのもそうなんだけど、みんなが言ってくれた方がね、公式も見てるんで、それでこうやって変わったりね、していくのでね。はい。ぜひとも声を上げてください。次。2025年の4月。ここで新しいコラボがあります。一応内容は秘密らしいんですけども、まあ、当たり前か、それは。最高にクールって言ってました。
そんな最高にクールじゃないコラボが逆にあんのかって話ですけどね。はい、もう言うしかないでしょ、最高にクール。いや、これは最高にクールじゃないけどねとか言わないから普通ね。はい、まあ一応ゲームプレイも改善されるらしいです、ここで。何のコラボだろうね。アベンジャーズとかかなーって思う、ずっと思ってるけど、本当にいつか来ると思ってる。はい、次、2025年の6月のアップデート内容ですね。これ予定ですからね。マスタリーとトロフィー目標が刷新されるかもしれない。ブロスタのストーリーとトロフィー目標の完全な統合を計画中。公式の SNS 上だけで見られるブロスターのストーリーは、まあ、ゲーム内でほぼ語られないので、ブロスターの豊富なストーリーを多くの人に伝えたいと考えているっていうお話でした。まあ、この一番最初に言ったね、マスタリーとトロフィー目標が刷新されるっていうのが、マスタリーとトロフィー目標が、多分一緒になるとかね、キャラクターのストーリーっていうのがそもそもあるんですけど、そのストーリーに沿ってトロフィーとかマスタリーが上がるように、ガラッと変えるのかなって思います、この6月で。うん。そしてね、コラボです。はい。この6月のアップデートで、ハイパーチャージが全キャラ分揃う予定です。今後の新キャラは最初からハイパーチャージとともに実装されるらしいですね。で、このコラボなんですけども、ちょっとツイッターで回ってきたのが、このツイートです。はい。海外の人がツイートしていたんですけども、一応翻訳すると、ソニックの記念日が6月の23日らしいんですよ。で、夏のブロスタトークは6月の21日に、来るので、まあ、そのアップデートの時にソニックのコラボがもしかしたらあるんじゃないかって言われています。はい。はい、ということで次はですね、2025年8月のアップデート内容の予定でございます。次の改善項目はまだ決まっていないらしいです。バランス調整とかをしているエイドリアンが次の計画を立てるまでしばしお待ちくださいとのことでした。はい。で、次。ベテラン勢の間でパワーポイントのインフレが起きてて、新スキルや変更を望む、意見が寄せられてるらしいです。まあでもこれは初心者にとってはね、当面関係のない話ですよね。うん。まあ、そこでね、楽しみながら腕を磨くことができるパワーポイントの活用方法を考えたらしいです。まだ公開できないけど、期待しててくださいとのことでした。うん、なんだろうね。まあパワーポイントを使って、なんかプレイができるっていうイメージだと思うんですけども、まあ、クラロワでいうグラチャレみたいな。はい。そういうのだといいよね。まあ、こんな楽しみにしといてくださいとか期待しててくださいって言われてさ、もうポンコツなしょうもないなんかうんちみたいな。そんなん来たらどうしようもないよね。ブチギレよ。期待しています。はい。はい、次はですね、2025年最後のアップデですね。10月です。はい。2025年最後のアップデではマップメーカーにもテコ入れを行います。マップメーカーは多くの改善の余地がありますが、その一つは動作の重さです。作成マップが簡単に共有可能になるコードによる共有機能の実装を計画しています。まあ、これはフォートナイトの島みたいなイメージですね。まあ、誰でもコードを打てばいつでもそのマップで遊べるみたいな、そんな感じだと思います。はい。さらにマップ作成以外にもカスタムゲームモードやその他のアクティブも検討中。まあ、サンドボックスモードに近い形って公式は言っています。はい。このサンドボックスモードっていうのが何なのかって言いますと、目標やストーリーを用意せず、その世界で自由に行動するゲームのことですね。これは簡単に有名なのがマイクラですね。はい。マイクラのシステムというか、そのゲームモードのことをサンドボックスモードって言います。はい。まあ、そのサンドボックスモードってその 3D ゲームに多いんですよ。はい。だからもしかしたらここで中国版ブロスタで見た 3D ブロスタができる可能性もあるよねって僕は思いました。はい。で、このアップではですね、一筋縄ではいかないと思うんですけども、十分実現可能だよって、言ってました。はい。はい、ということで以上で、先日ブロスタ公式が挙げていた、まあ、2025年のアップデーの予定の動画のまあ、分かりやすくまとめた感じの内容でした。はい。まあ、ほとんどね、そのまま喋ってる部分もあるんですけど、まあ、付け足したりとか、いろいろしています。よかったらね、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。高評価をしてくれると、めちゃめちゃモチベが上がります。ありがとうございました。ということで、じゃあ終わりましょう。皆さん、それで、What up? Bye!